デビューを目指している10人組の期間限定ユニットです、ほとんどの方が知らないと思うのでまずは自己紹介させていただきます。それではまず私から、はい、今回メイン MC を務めさせていただきます奈良県出身のレイカです。よろしくお願いします。イエイ。今日は大阪公演ラストということで午前中は雨がポロポロ降ってたんですけど2分晴れて本当に嬉しいです。皆さん楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。イエイイエイ。はい、福岡県出身のリリアです。よろしくお願いします。イエイイエイ。
朝は不安定な天気だったんですけど、晴れてきてとても嬉しいです。大阪ラストのライブなので、私たち、最高の、ライブにするように頑張りますので、皆さん一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、滋賀県出身の光栄です。イエイ。1部に引き続き、2部も来ていただいた方も、新しく来ていただいた方もありがとうございます。多分後ろの方ちょっと見にくいと思うんですけど、あの前の人の顔と顔の間から顔を出してね、よかったら楽しんでいってください。お願いします。お願いします。お願いします。はい、福岡県出身の愛理です。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は雨の中来てくださった方本当にありがとうございます。大阪最後のライブなので、もっともっと盛り上がっていけるように私たちも最高のパフォーマンスをしていくので、皆さん一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、千葉県出身ハルキです。よろしくお願いします。はい、今日は1部より2部の方が来てくれて、こうやってアクロス目的で来てくださった方も、こうやって足を止めて見てくださった方も、一人でも多くアクロスのことを知ってもらって、もっともっと応援してもらえたらなと思ってます。ぜひ大阪ラスト一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。イエイイエイ。はい、宮崎県出身のあかりです。よろしくお願いします。イエイ。私の笑顔で皆さんが笑顔になれるようなパフォーマンスをしていくので、応援よろしくお願いします。そして、大阪最後なので、私たちアクロスと一緒に盛り上がって いただければなと思います。よろしくお願いします。イエイイエイ。はい、広島県出身のまずきです。お願いします。イエイイエイ。はい、本当にこれが大阪ラストの僕たちのパフォーマンスになるので、ぜひ皆さん一緒に最後声出して一緒に楽しんでいきましょう。お願いします。イエイイエイ。はい、福島県出身のあつきです。よろしくお願いします。イエイイエイ。今日は朝目が覚めた時に外見たら雨が降っていて、ちょっと不安ばっかりだったんですけど、午後になってちょっと晴れてきて、いい感じの時にライブできるので、今日大阪ラストなので一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、熊本県出身のみゆです。イエイイエイ。一部が始まる前は雨が降って中止になるのではという不安がありましたが、二部では青空もちょっとずつちょっとずつ見えてきて、まあ最高ですね。では大阪最後のライブ一緒に盛り上がっていきましょう。お願いします。イエイイエイ。はい、福岡県出身の響です。よろしくお願いします。イエイ。はい、今日が大阪最終日なので、ぜひ一緒に盛り上がって楽しんでいけたら嬉しいです。お願いします。よろしくお願いします。イエイ。お願いします。はい、そしてこの後トリプル A さんのライブに行く方は、座席に置いてある僕たちのチラシがあるので、よかったらぜひ目を通してみてください。お願いします。お願いします。ちなみに私たち SNS をやっておりまして、Twitter や Instagram、アメーバブログ、そしてアクロスのオフィシャルホームページなどがあります。そしてそのオフィシャルホームページの中に投票ができる特設サイトがあります。その特設サイトなんですけど、このアクロスのメンバーの中からベストパフォーマーだと思うメンバーを選んでいただき、投票することができます。本日9時までやっているので、ぜひ皆さん投票よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして先ほど聴いていただいた曲は夢レッツゲットという曲でした。夢レッツゲットは私たちの一番最初のオリジナル曲になっています。なので私たちの思いがギュッと詰まっている曲になっています。そして次に歌う曲はエンドレスストーリーといって、メンバーそれぞれが歌詞を書き作詞家さんにまとめていただいた曲になっています。ぜひパフォーマンスだけではなく歌詞にも注目して聴いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。